鳥越神社は、東京都台東区鳥越にある神社である。白地2年、日本穂高を祀って、白鳥神社と称したのに始まるとされ、前9年の役の織玄義家がこの地を訪れ、鳥越大名神と改めたと伝えられている。霊体祭に出る戦関心よは、都内祭大級を誇る。霊体祭は、例年6月に開催される。慶光天皇の御世に、この地に、 日本穂高が良きユニワと定めて、高祖二柱の大御神を祭り、その後白鳥村と呼ばれた、この地に、白地二年、村民が、白鳥明神として奉仕したのが由緒とされる。全九年の薬生圧のため源、頼地家、吉家府市がこの地を通った際、白い鳥が飛ぶのを見て、浅瀬を知り大川を渡ることができた。それを白鳥明神の加護と称え、 鳥越大明神の社号を建て祀った。江戸時代までに、ここには三社の神社が成り立っの約二万坪の広大な敷地を所領していたが、現在6年、江戸幕府が全国の天領からの米を収蔵するため、隅田川沿いに蔵を造営することとし、この埋め立て用に大明神のある鳥越山を切り崩すことになり土地を没収されてしまった。さらに、 大明神の北側にあった姫が池も、鳥越山からの角度で埋め立てられ、大明屋敷などの御用地とされた。三社の内厚た神社は、今とえ、第六天坂木神社は、森田町に移され、残った大明神が、現在の鳥越神社である。宇治子を務めていた演劇評論家の安藤鶴尾によれば、昭和20年8月、敗戦を知った時の宮司が、 出生兵士を送り出した者として、責任を感じ、境内で壮烈な滑覆を行ったという。鳥越神社とんど、小鳥越神社とんど、小鳥越神社とんどやけ、ABC 東京都神社長 AB 東京都神社名館第六天神優衣所。現在の第六天坂木神社で全国の第六天神社の総本山である。東京都神社名館鳥越神社優衣所。 カラー日本の祭り大和警告者編山と警告者1967年78ページありがとうございます